ミルク食パン作っていこう。牛乳たっぷりの柔らかい生地をしっかり発酵させて台に取り出して2等分。ふわふわ生地を優しく丸めてレンチタイム後、生地を伸ばし真ん中に折りたたんで、伸ばした後くるくる巻きます。型に詰めて発酵させて完成。もっちりしっとり贅沢なミルクパンです。